まあ、火遊びっていう言い方がもうピタリやねやってることが何をやってんだろうラボから病原菌が漏れたケースを見るとびっくりするぐらいたくさんあるんだよね恐ろしいなっていうでいまだに洞窟に行ってねコウモリとかからわざわざ採取しているんでそれ研究のためなんだろうけどさ有先生お願いします 僕は、えっと、ニューヨーク・ポスト紙によるとなんですけど、うん、中国の、えー、研究チームがラボで致死率100%の新型コロナウイルスの変異株を制作し、うんえー、研究結果を発表したと。なるほどでまあこれその人間に対してではなくてラットで実験を行っているんだけど。うん、ラットにに要するにその あの免疫を、人間の免疫を、ミミックさせた。ラットで、行った実験によるもの。だそうなんですね。で、これ研究結果も、まだピールレビューされていないし。えっ、ー、と、かなり小規模な、実験なので、まあ、専門家たちの話は。まあ、これはラボで行われている実験で。あのどこまで論文に信憑性があるのか、わからないし。たと、うん、え論文通りだとして。 万が一ラボから漏れたとしても人間とラットは違うので心配する必要は全くないというふうにえと専門家たちは言っているんで,すねでもねその今から3年ぐらい前かな2021年にアリーナ・ちゃんというそのカナダの分子生物学の専門家と。 えー、マット・リードリーというイギリスの、まあ、ノンフィクション作家で、まあ、この人賞もいっぱい取ってる人なんだけどこの2人が書いた「Viral:The Search for the Origin of COVID-19」という要するに COVID-19 コロナウイルスの起源について科学的に検証した本が2021年に出ていて、うん、でこれを読むとやっぱりそのコロナウイルスは。 やっぱりラボから漏れたんだなっていう印象僕はね受けたんですよね、うん、で、この本はもちろん学者たちが書いているんであのラボから漏れたとは断言していないんですよラボから漏れた場合はどうなのか、えー、自然由来の場合はどうなのかっていうのを科学的に検証している本なんだけどどう読んでもこれはおそらくラボから漏れたんだろうっていう 印象をまあ僕は受けているしまあアメリカもえとどうだかわからないというふうにいまだにね言っているわけなんだよね。で、まあ、問題なのはその今の,その人類の技術ではさ100%漏れないラボは現実的には無理なのではないかっていう話ね。ねこれ例えばウィキペディアでラボから病原菌が漏れたケースを見るとびっくりするぐらいたくさんあるんだよね。 天然とも漏れてるし、<ー>ポリオも漏れてるし、サーズも漏れてるし、デング熱も漏れてるし。で、こう、理由はさまざまですよ。さまざまな理由なんだけど、で、理由がわからないケースもあるんだよ。確実に、これ、ラボから漏れてるけど、何が悪かったのか、わからないっていうね。人間がやってる。以上は、やっぱり事故っていうのは、起こるわけじゃない。うん、で、そんな中さ。その僕たちは、その世界中の人里離れた。 その洞窟などからその新しいウイルスや病原菌を積極的に探し回ってるんだよね、うん、で探し回ってきてそれをラボに持ってきて研究をしているとい、まあ、要するに理由はパンデミックが起こる前にあの先手を打つために、うんえっと、研究をしているんだっていうことなんだけどそればかりかその病原体の感染力や毒性を高めるための、うんえー、機能 機能獲得研究っていうねこれゲイン・プフ・ァンクション・リサーチていうんだけどこれもやっているんだよね。うん、だ普通の,その病原菌だけじゃなくてそれがさらに感染力を高める、えー、いわゆるゲノム操作をやっているんだよね。うん、でこれも要するにあのウイルスはどんどん変異するから、うん、先手を打つためにやってるわけなんでね、うん、こういう調査をね。うんでまあ、今からその3年前に あのアンソニー・ファウチーっていうアメリカ国立衛生研究所の、まあ、責任者としてあの出ていた人がいるんだけど、うん、まあこの人はアメリカ議会の公聴会でランドポールという共和党の議員から国立衛生研究所はいわゆる武漢のラボの機能拡張研究のための資金を提供してるじゃないかっていうふうに責められるわけ。うんうん、でこの時のその時そ ディベートを見るとアンソニー・ファウチーは機能拡張のためのその試験は提供していないっていうふうに断言しているんだけどこれもそのは何かっていう定定義義によよっってて変わくるるがあるんだよねで確かにアンソニー・ファウチーが言うようにその定義から外れてるかもしれないけど普通の僕たち一般からしたら確実にこれ機能拡張 機能ををいいいじっってててるるよねっていう研究にお金を提供しているんだよねアメから、ね、<え>もうあくまでもセメンティックスだけの問題でだまあそう考えるとこれはさ恐ろしいなっていうねそのまあコロナだけじゃないけど、うん、まあどっかで確実にこういう事故っていうのはこれからも起こるだろうし今までも起こっていたんだろうなっていうふうにはね、うん、ちょっとね僕はすごくこう感じるんだよね。 ね、目が真っ白になってこうな、うん、くなってしまうっていうニュースも出ていて、うんうん、でやっぱり、えー、とそれぞれのロンドン大学の人は最悪でやってることは科学的に全くも意味っていう一方ニューヨーク・ポストは、えー、もうこういう火遊びをやめるべきだみたいなことで何か取り上げてたみたいだけどね。ううまあ火遊びっていう言い方がもうぴったりやっていることが。うん 何をやってんだこいつら先手を打つためっていうんだけど実際は先手を打つためっていうよりもシンセティック・バイオロジーってめちゃくちゃ大きな産業にお金を,お金を取,り取り出すっていうか持ってくるっていうことで定義で研究をやっているんだろうなっそ,そのやっぱ産業があの収縮することはあのその産業にいる人たちにとってはよくないっていうことであくまでもその。 あの皆さんを守るために研究しているんですよ」って言うんだけど僕はねこれ基本的にその。 予算を下ろすために研究をずっとやっているんじゃないかなっていうふうに僕は思うんだけどさんどう思いま,すかまあまあでもそれは原子力も同じことだったんでね、うん、まあ結局原子力の危険性っってて専門家たたちは分かっていたわけですよ、うん、あの日本の原子力のに開発に関わった湯川秀樹さんはもともとは原子力の,そのあれに反対だったんだけども反対声明を出しながらも原子力の開発に関わったんだよね。やっぱそこはやっぱ莫大な 予算がつくっていで、まあ、結局今も原子力村と言われている人たちってなんで分かって科学者なので分かってるのに反対しないかというとやっぱりそこで賛成を言うことによって自分,自分の例えば教え子が就職ができるとか、うん、まあみんなその巨大な予算の中で食ってるわけなんでうん、うん、だからそれは何か項目を立てないと予算っていうのはつかないんでうん、うん、とにかく県開発だ何とかだって言えば予算がつくでやっぱりそういう大きいプロジェクトであ,るあればあるほど大きな予算がつくわけですから、うん、まあ 詳しくはねもうちょっと中身を精査しないと大きな単語だけでは語ってはいけないんだけど、まあ、そういうものっていうのは、まあ、どこのジャンルにも本当に、まあ、あるにはあるんでそういうことは起きるでしょうね、うんうん、もちろんその。 そういういいジャンルにおいてもねあと、うん、はまあやってる側の倫理っていうことになってくるんだと思うんですが、うん、なかなかやっぱりその資本主義という大きな歯車の中だったりとか自分の家族とか自分の教え子みたいなことになってきたりすると、うん、それがまあどうしても皆さんが俯瞰的に見ることができなくてもう動き出した歯車が止まんないって言って大きな事故が起きるまではあるいは大きな事故が起きた後ですらそういうことはもう回り続けるっていうことなんでしょうね。 まあこのコロナ騒動がね果たしてラボから漏れたかどうかはまだ科学的にははっきりしていないけどでもさ普通に考えてさ右派でやっぱりコロナウイルスを研究している研究所がありましてでそこたくさんお金があって研究をしていますとでその周辺にまあその最初にその確認されてるえ人たちがこうたくさんいて。 でそれがわって出てで最初の頃はさそのラボから漏れたなんていうのはさもう陰謀論で、うん、もう絶対に語ってはいけないみたいなさ空気がこうあったわけじゃない、うん、まあそれがまあ今はさあのアメリカもいやその可能性は排除できないっていうふうにこうこう考えると恐ろしいなっていう。で未だに、うん いろんなその洞窟に行ってねコウモリとかからわざわざ採集しているんでそれはその研究のためなんだろうけどさこのまあさっきデーブが言った火遊びやばいでしょうっていうふうにすごくね思うんですけどねまあどう考えてもリークしたんではないかというふうに言われてますけどファウチはね全くそういうところに予算も出してないとか。 ままんまと嘘をついてね、うん、あの当時はファージーはもう一番よくしてるっていうふうに言われてて、うん、マスクをした人たちに散々マスクなんてしない方がいいみたいなことを最初は言ってたくせに途中からいやマスクはいいんじゃないみたいな、うん、もうコロコロいい言い方も変えてるし、うん、まあとにかく今はもうファージー叩きがどんどん行われてますよね。うん、前はちょっっととでも悪いいこと言たたらす,すぐ削除されたけどまあだいぶ 誰でしたっけファウチってタイトル何でしたっけまあタイトルは、えー、となんだっけな「えー、と国立、えー、衛生研究所の責任者」責任者、うん、もう<っ>とんでもない研究所ですよまあ、えー、らそのファウチが言ってたことと,、えー、とランドポールさんとファウチさんが言ってたことをまあえっ、ー、といわゆるその生物学者の、えーとえー、アリアナ・ アリーナ・チャンさんっていうその本を出した人の見解としてはどうなのかっていうね、はい、ポッドキャストで聞いたんだけどアリーナ・チャンさんの見解としてはアンソニー・ファウチさんは嘘は言っていないと。そ<う>うん、で <laughs> ランド・ポールさんも正しいと両方正しいんだと。はい、ただその えー、機能拡張研究っていうのは一体どういう意味なのかっていうのを、うん、正確に照らし合わせるとファ,ウチの言ってるファウチさんの言ってることは間違いではないっていう、ね、すごい非常にそのグレーラインで、ね、でも実質的には機能拡張研究のための、えー、と資金を提供していたんだよね、うん、要はね。それが機能拡張研究っていうふうには分類できないうん、うん。 研究だったんだけど、うん、実質的には機能初研究なんですよそういうそういうなんかカラクリがたくさんたくさんある気がして、はい、このシンセティックバイオロジーの分野も恐ろしいってなと。ま怖いよね。うん、どうなることやる。う まあ今回はゲストがいないということでジョーさんも登場ということでね。え <laughs> <だ>え今まではゲストが苦手だから来ないと。そ,そういうことをなんか言わない。<はい S 2> 久しぶりじゃない <ねえ S 2> 前田さん前田さんのまいつでしたっけれ12月11月。 覚えてないじゃあ2か月ぶりぐらいじゃないですかでもこの間ねラジオで全員会いましたからラジオではねゲストになかったしねいやいやいや最近誰が嫌いなのいやいや嫌いなとかないですよ別に何にもないですよ基本に頼子どもの身とか一切ないまあお忙しくていや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 いだからほらんか僕が入ると足を引っ張るんじゃないかなっていうねいうところですよね いやただんかこう苦手なゲストの時喋んねえなって思ういやいや苦手だから喋んないじゃなくてだからその喋るなんていうんですかねバトルが嫌なのあまりあまりバトルは好きじゃないのバトルは好きなうんあんまりバトルはでもそもそも好きじゃないですね平和主義者ですから私ああそうでもアリが煽ってくるの太郎はさジョーになんかすっごいキレたこととかないのみたいすげえ聞いてくるの別にないけどみたいなないあ 先生違う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 。ありはそうだよ。アキバだもん。もめもめさせたいわけじゃなくて、その方が面白いんだよね。そのゲストをがいらっしゃった時に、そのゲストの主張があるじゃない。やっぱそれといや違うそれは違うんじゃないっていう、そのまあディベートというかあの討論が欲しい。会話がね。なるほど。会話が見たいっていうだけで。最終的にはバトルにし欲しい。殴ってほしいんだね。あり的には。 しりですそこまでやったらもう事故じゃないですかでどうなんですかバトルをしてしてんのアリー先生とでうもうバリバリババリバリ毎週のようにバトルしてますバトルしてたら二人で倒れちゃった倒れる前まではよくバトルしてんよそうなんだっけ<う>あの YouTube でさ月に着陸するの生放送でやるとかそれもババトルしたけどね結局 <laughs>、うん、流れなかったんだっけあれはどうなったんですか えとジャクサが世界で5番目ぐらいに探査機がこう一応到着したよっていうニュースが、ねうん、入っていたんだけどだニュースは入ってたけど生放送どうなったの今入ってるのがその着陸したのはちょっと埋もれちゃってるんじゃないかとめり込んでてうまく機能していない。 ような状況なななのかるほどその辺編集すればね治るんね何がいかにもわざとさそんなニュースを流してさいや埋もれちゃったとかいやだから電力的にはやっぱ月はないっつう話なんでしょうんもちろん相変わらずそのホログラムだっていうホログラムだっていうか編集だというなるほどだから今回は宮崎駿が監督してんじゃないかなと僕は思うちょっと待ってなんで宮崎駿さんが監督してると思うその理由は 監督があだから昔の,あの着陸はあのスタンーキューブリックだったように,ように旬な監督を使うう今使う,使う、ええっていう,、はい、ーもうデーブはもうそういう動画が見れるもんだっていうふうに勘違いされているんだけど、うん、今別にそんなさ着陸の瞬間の動画なんかないじゃないいや欲しいよテレメタリーがあるわけでいやや見たい見たい。 ちなみに宮崎駿っぽさは今回感じるのんかデブさんっていやまだ見てないからでも動画流れてないからさだから宮崎駿さんがちょっとギャラを多すぎに出したんじゃないのあなるほどちょっとそれじゃあ私にはできませんみたいなあなるほどそうよ いやーいーみんな分かってないな分かってないなっていうのが <laughs> えーっとこの間見たドキュメンタリーの話をしたいと思うんですけど90年代にあった、まあ、事件であるあのサービアンが、えー、始まったわけなんですけど。